こんにちは。ベルテンポトラベルの特徴その4です。お客様は弱者ではない。私たちベルテンポが創業の頃から大切にしていることです。お体に障害がある方とかご高齢の方を対象顧客としたビジネスをさせていただいているとこんな声をかけられます。素晴らしいお仕事をされてますね。弱者の権利擁護ですねって言われたこともあります。いやいやいや、ご高齢のお客様は私たちの人生の大先輩です。弱者ではありません。障害がある人も弱い人たちじゃないんです。助けが必要な人たちじゃないんです。ここはどこか勘違いしないでいただきたいんですね。ベルテンポカレッジに興味を持ってくださって、なんかベルテンポトラベルってちっちゃい会社があるらしいけれども、障害者とか高齢者のなんか介護旅行とかやってるみたいだけど、そういう車椅子とか押すような仕事をそれで生活できたらいいなって思ってらっしゃるかもいらっしゃるかもしれないんですけども、私たちはお客様は決して弱者ではないというふうに、もうこの心得を守れない人はベルテンポカレッジから退学していただきたいというぐらい、私はここに強い決意を持っています。どういうことかというと、私たちはご高齢のお客様とかお体に障害があるお客様と向き合ってしまうと、なんか一人では何もできないから、例えば手を取って、お手伝いしなくちゃいけないんじゃないかとかですね、車椅子をお使いだったら押してあげなくちゃいけないんじゃないかとかですね、食事を口まで運ばなくちゃいけないんじゃないかとか、思い込みです。一方的に思い込んじゃうんです。障害者は一人では何もできない人、高齢者は体が弱い人っていうふうに思っちゃうんです。これ先入観、思い込みです。当社のお客様でも80代後輩、90歳近いお客様いらっしゃいますけども、この間宮崎ご一緒しましたけども、1日目宮崎ブーゲンビリア空港について、お客様今日お昼何食べたいですかって言ったら、もう即答ですよね。ステーキ食べたい、お肉、柔らかいやつね、私は弱いから。弱者じゃないんです。お年寄りだからおかゆじゃないんです。塩分控えめじゃないんです。ステーキ食べたいんです。これ特殊な話じゃないと思ってますよ。高齢者はお肉なんか食べないだろうとかって、そんなことないと思います。家では一人暮らししてたら食べないだけですよね。旅行に行っておかゆとか塩分控えない、旅の楽しみの8割ぐらいを手放すような話ですよね。ですから弱者だという先入観で旅を作ってしまうと、和食の方がいいんじゃないかとかなっちゃうんです。私は車椅子を使っているご高齢のお客様との夜の街繰り出してて、居酒屋とか全然入ってきます。普通にロバタ焼きのお店とか行きます。で、日本酒一緒に飲みます。これがお客さんを弱者扱いしないということの原理原則だということをお分かりいただければと思います。